はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回はリカルド解任どうなる浦和レッズ、そしてまたも J リーガーが酒気帯び運転で契約解除に、そして柏のパンディラ大谷選手がですけれどもね引退ということで本当ね寂しいニュースも入ってきますし、悲しいニュースも入ってきた今回この3つについてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでこちらメインチャンネルございますね。メインチャンネルの方では J リーグはこんな感じで、J リーグニュースとか、これからの季節は移籍とか、話題とかいろいろやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。まずこちらリカルド退任ということで話が入ってきました。噂にはなっていたんですけれどもね。で、この件に関しては、別動画で話しております。退任に関しての、動画じゃないんですけれどもね、退任と、仮定してですけれどもね、じゃあ、浦レッズ何が足りなかったのかとか、いろんな、最近の話とか、振り返りやっているんで、よかったらそっちの方で見てもらったらいいです。今回はちょっと、リカルド監督退任が正式に決まったということでございまして、一応とりあえずですけれどもね、動画にはしたんですけれどもね。で、その他で言うと小畑さんもですけれどもね、通訳兼コーチも、対談ということになりました。そして、3年計画の振り返り、これはまた後日やりますという、公式サイトから、声明が発表されたんで、またそれを受けて、また今回このリカルド監督の退任についていろんなことをまとめて、僕も浦レッズサポーターなんですよね、僕も浦レッズサポーターであるんで、この辺の、リカルド監督の、正式に決まった退任からまたいろいろ考えていこうと思ってますけれどもね。で、一応リカルド監督はフランクフルト戦までは指揮を取るということで、この試合僕も行くんですけれどもね、九州はるばる、九州佐賀県鳥栖から、この埼玉まで僕は行くんですけれども、このフランクフルト戦までは指揮を取るということで、また ACL の決勝は新監督の元でやっていくということになりますね。本当こうか不幸か、今シーズンオフの期間が長いと、例年よりも3ヶ月ぐらいですけど、今年は、3ヶ月以上、オフの期間があるということで、例年よりも長いオフがあるんで、新監督にはですけどもね、浦レッズの現状とか、浦レッズ、既存の選手とか、補強戦略についてじっくり話し合ってほしいところにはなってきますけども、その後任に関してはバイヤーウルさんが、就任がほぼほぼなんか決定的なんですかね。ずっとこの監督の名前が出てますよね。で、マッシモ・フィカデンティとかね、名前も出ましたし、長期でとか名前も出たんですけども、ここなんでしょうね。多分いろんな番記者さんとか、それこそ僕らじゃ分かんないところの、本当裏の裏まで知ってる方ですけどね、そういう方々から情報が漏れたというかね、ちょっと分かります。それもいろんな戦略というかあるんで、何とも言えないところあるんですけども、しかしいろんな思惑があってこういう監督の名前が出ているんじゃないかなという感じがしておりますけれどもね。で、しかしやっぱりリカルド監督に関して、今までの監督とやっぱり違ったのが、負けても率先して、選手とサポーターに挨拶、選手とサポーターへ挨拶に行っていたというのがやっぱり印象的ですね。どんなに本当最悪な試合結果、試合内容でブーイングが絶対起きるであろう、サポーターの不満も爆発するであろうという北ゴール裏にまでこの、リカルド監督は率先して、選手と共に歩いていた。これは多分僕の浦レッズの歴代監督が見て、僕が見てきた歴代監督の中ではあんまり記憶にないことなんでね、そういう本当サポーター心情に寄り添うじゃないですけれどもね、本当選手とサポーターに寄り添った監督だったんじゃないかなというのはあります。ちょっと残念ながら最後の方はですけどもね、選手からの不満が出たりとかあったんで、正直言うと求心力、選手からの求心力というのは低下してしまった感じもするんで、それを受けてのこの解任にもつながったのかな。本当成績もね振るわなかったっていうのもあるんですけど、それと同じぐらいこの選手からの不満とかなんかそういうのもあったのかな。それが退任につながったのかなっていうのはやっぱり感じますけどもね。だからですけれどもね、やっぱ結果は出なかった監督なんですけども、この監督と優勝したかったな。本当ね、いろんなブーイングとかもこの監督がこう受けてくれたというか、そこをしっかりサポーターの気持ちを、本当ね、もちろんこれ日本語と、スペイン語なんで言葉がどこまで通じるか分かりませんけども、やっぱりこうブーイングとかサポーターのこの気持ちというのは絶対にリカルド監督理解していたと思うんでね、だからこそこの監督と優勝したかった。本当ブーイングだけじゃなくて、これから本当いろんな歓喜の輪の中にね、このリカルド監督がいることを望んでいたんですけども、ちょっとそれが、必ず残念、本当結果と選手からのコメントを見ればある意味妥当なのかもしれませんけども、しかしちょっと残念というか、寂しい退任劇になったっていうところになってきますけどもね。はい。
そしてこちら、またもや、飲酒運転で契約解除ということで、岩手のビスマルクが契約解除になりました。同乗していた、香上選手は厳重注意となりましたね。香上選手、僕が見た試合ではなんか印象的なプレーを見せていたんで、名前はなんか覚えてはいるんですけれどもね。香上選手も厳重注意、同乗を、していた。この香上選手に関してはアルコールの基準未満だったんでっていうのもあるのか知れませんけど、ちょっとわかりませんけれどもね。一応香上選手に関しては契約解除ではなく厳重注意、そして、無期限の活動停止、社会奉仕活動みたいなことをやるということになっておりますけれどもね。あんまりこう社会奉仕活動が僕はこれどうなんだろうなって、なんか僕もあんまりそこね、なんかわかんないなっていうのを毎回思うんですけど、こういったら怒られるかな、これあんまり言ったら怒られるかもしれませんけど、なんかそこはちょっと違和感があるんですけどね、っていうのがありますね。そして、ビスマルクに関しては今季22試合で1ゴール1アシスト、僕も J2 のゲームは見たんですけど、あんまりビスマルクに関してはいい印象が、ない、岩手に関してオタボー選手かな、僕は、印象があったりとかね、湯気選手、ボランチの湯気選手とかね、そっちの方の選手の印象はあるんですけど、あんまりビスマルク選手に関しては正直印象がない選手にはなってきますね。で、この酒気帯び運転に関しては今年の夏ですねには、当時アビスパ福岡の柳選手が同じく酒気帯び運転で契約解除ということになっているので、今年2例目ですよね。この酒気帯び運転での契約、解除というのは今年2例目ということになっているので、本当改めてね、これサッカー選手だけじゃないですしね、これからの季節本当この酒気帯び運転とか、検挙されたりとか、ね、そういう方多分増えると思います。悲しいから酒気帯び運転、本当なくならないんですよね。どうしてもこれ減らすことはできてもなくならないというのはありますが、しかし、やっぱりこうね、 J リーガーに限らず本当我々サポーターもそうなんですけども、ね、やっぱ注意を、していかないといけない、飲んだら飲んだというところにはなってきますんでね。そこはサッカー選手とかとか、本当サポーターとかというよりも一人の人間としての常識のところにはなっていきます。本当 いろんな、ね、痛ましい事件もこれ酒気帯び運転で、過去起きているんで、やっぱりそこはね、守ってほしいところにはなってきますけれどもね。で、このね、ビスマルク選手ですかね、近いから大丈夫というのは本当いろいろな意味で、危険ということでね、じゃあどっからどこまでがね、こう家までの距離が、ね、近いから大丈夫だって判断するのかね、遠いからやめておこうとか、これまでね、過去はどんな判断を、してきたのか分かりませんけど、本当ね、1メートル先で事故が起きる可能性もありますし、そんな判断力しかできないんであれば、僕はサッカー選手をやめた方がいいんじゃないかって、思うんですけどもね。サッカーって判断力が大事になってくるんで、そんな、ね、雑な判断しかできないのであれば、もちろんこれ岩手のユニフォームも、着る資格もないし、J リーグで、ね、これプレーする、資格もないっていうのが僕の中の印象なんで、本当、危険な発想であり、本当サッカー選手としてとか人として、ね、本当、ダメなことであるのは間違いないんで、ね、こういう本当悲しい、ね、ニュースが、なくなることをちょっと望んでるわけでございますけどもね。はい。そして最後、これはまた違う意味で悲しいニュースでございますけど、柏レイソル、象徴バンディラ、大谷選手が引退ということでね、今シーズンね、下出してますけど3試合しか出ていなかったんですね。で、本当ね、柏レイソルの本当バンディラといったらこの大谷選手ですよね。本当、レイソル一筋の選手にはなっていきます。本当象徴的な選手にはなっていきます。本当、2010年代の柏レイソルってね、これ降格も経験はしたんですけどもね、2回降格は経験しているんですけども、最初の降格、2010年代最初の、降格の時は即昇格して即優勝みたいなこともあったんで、本当そこを本当酸いも甘いもいろんなこれ歓喜も、悲しい時間も、ね、この大谷秀和がレイソルの中心にいたっていうところにはなっていくんで、本当こういう選手の引退というのは残念ですけどもね、本当怪我に泣かされた最後ね、本当ね、まだやれるんじゃないかって本人はね思っていたらしいですけどもね、本当悔しいという気持ちが伝わる、ね、メッセージが入ってきてはいたんですけどもね、本当、まだまだ本当後悔があると思いますけれども、本当難しいな引退っていうのは、ね、感じますけれどもね。で、本当ね、この大谷選手に関しては常に嫌なところにいましたね。こう敵にしたらですけどもね、本当なんでそこに大谷がいるんだよとか、なんかね、チームとして、ね、柏レイソルがうまくいってない時もちょっとした時間見つけて、選手と話し合って修正していくみたいな、そういうシーンもありますし、本当チーム全体の舵取り役としてですけどもね、ずっと引っ張ってきたこの大谷選手の引退、いや本当残念でございますけれどもね。で、意外と大谷選手ね、代表歴なかったんですね。ちょっとウィキペディアで調べたんですけどね、あ、代表歴なかったんだってね、本当ね、代表に何回か、ね、呼ばれていてもおかしくないような選手であるのは間違いないです。それこそオシムさんとかね、好きなタイプの選手だったんじゃないかと僕は、思うんですけれども、意外と代表歴はないということでね、本当ね、長い間お疲れ様でしたというところになっていきます。こんだけね、大谷選手みたいなね、実績がある選手であれば、これからもずっと
ね、レイソルに何かしらのこれ関係を持っていくと、思うんでね、これからまた大谷選手の今度は、ね、指導を受けたユースの子供たちがとか、多分そういう時代って僕は来ると思うんでね、また大谷2世じゃないですけどね、これから本当にいやらしいボランチの、選手、この大谷選手の指導を受けたいやらしいボランチがまた、出てくるかもしれませんけど、今後のまた、活躍に期待していこうと思ってますけどもね、はい。ということで以上になります。以上、プロプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンです。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。